皆さんこんにちは。あ、チャンネル。イエス。いや、始まりましたね。いや、来ました。来ました。遠くまで来ました。本日ははるばる八王子の方まで、来たんですけどもね。まあ今日はですね、八王子玄華さんに来させていただきました。ここも卸のお店ですか。そうですね。ね、基本的に卸という感じで、だけどこの一般の人も普通に買えるんで、はい、得な値段で良いものピックできるチャンスなんじゃないですか。前回のあのシーカーズの時ね、相当いいもん買えたんで。はい。まあ、相当買ったっすよね、はい。まあ、今日はちょっとね、いい服をガンガン買っていこうかなっていう感じなんですけど、はい、そんな感じですか。もちろんです。じゃあ今日も行きましょうか。じゃあゆうさん、いつもの皆さんよろしいですか。お願いします。レッツウェイ。お、それいいじゃん。あ、いいじゃないですか。いいですか。ちょっと待って、チャミがこれと同じようなのうまく合わなかった。何枚あっても、ああ、この色がいいのね。買うかな。あ、いいじゃん。T シャツ、T シャツ、T シャツオン T シャツ。T シャツオン T シャツ ？T シャツオン上。よくやるやつ。リネン？リネンですね。リネンです。いいと思います。はい、これは夏期待。やっぱり僕はね、ラルフを愛して150年、ラルフを愛して150年なんで。ラルフを愛して15日ぐらいだな、まだ。ほら、来た、ほら、ほら来た。あー、いい色っすね。ほら来た。ユーイチ印の紫人気、これいいんじゃないですか。これはいい色っすわ。紫結構高いよ。普通に買おうとすると結構高いっす。じゃあこれ買おう。あとこれも買います。え、あったから今。それもほぼ紫じゃない。はい。え、めっちゃいいじゃん。こっちの方が良くないですか。こっちにしよっかな。あ、そっちもいいね。こっち、こっち、どっちも。あ、でもそっちもいい。え、じゃあじゃあどっちも買いますわ。うん、それでいい。どっちも買う。ラルフがやばい。ラルフ、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 ラルフ。しかもいいのばっかりでしょ。そんなにラルフばっかりですか。うん、あ、このチャップスのネイビーもいいですね。あ、この色もいいっすよ。もう間違いないやつ。ちょっとこれ可愛いっすね。紫グリーン系のチェックで、でちゃんとポニー付きっす。あのグリーンのところにグリーンのであんまり見えないけど。本当だ。これ可愛いっす。これ買います。奥の部屋にベールあるっぽいんですよ。ちょっと見えかしら。ベール、ベール知らないでしょ。ベール知ってるよ、こんなやつ。すごい、やばこの部屋。マジでベールだらけじゃないですか。わあ。この辺の、これカーハートっぽいよね。あ、カーハートジャケット。ちなみにちょっとこれ持ってるの。はい、持ち上げてみる。読むんじゃない。本当に持てないっていうぐらい重いです、はい。まあ、カーハートだったりとか、ここら辺がニットですよね、全部、うん、ニットが入ってて、これまあなんか分けられてるんですね、いろいろ、うん、え、じゃあ今日買います。割り勘でいきますか。いや、ジャン負けっす。あ、え、当たり前じゃないですか。いい大人で割り勘、ジャン負けっす。ジャン負けでいいっすか。10万。10万ぐらい、多分10万ぐらい、多分10万ぐらい。ちょっと聞いてこようかな。いや、え、これベル割り勘にしますか。カーハートのベルが確かいくらでしたっけ。カーハートは17万。17万。ジャン負けはきついですか。ミックスはいくらでしたっけ。ミックスは8万。8万。8万9960。じゃあいきます。じゃあ2万ずつ。いや、2万ずつじゃないよ、ジャン負けだよ。非現実的だよ。非現実的。いや、もうせっかくなんで勝負しましょう。いきますよ。マジでやります。もうやるよ。8万、ね、自分から言ったんだからね。もうだ、店員さんめちゃくちゃ本気ですよ。持ってきてますよ、これ。持って8万で買うとか言い出しちゃったから、ほら持ってきちゃったよ。来ちゃった。はい、もうこれ後に引けないじゃないですか。これっすか。そうです。これだって45キロ。持っていけないっすよ。45キロ。ジャン負けで買って、で中のものはそのみんなで分ける。じゃんけんの人、じゃんけんで負けた人に踏んだり蹴ったりだよ。ただね、俺じゃんけんね、サンサとスイちゃんと相性悪いんだ。じゃあ行きますか。チャミカがいるから俺負けないと思うんですよ。最初はグー、じゃんけんポン。
怖い。マジ怖いんだけど。もう一回いいですよ。最初はグー、じゃんけんポン。危ない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 。最初はグー、じゃんけんポン。危ない危ない。なかなか決まらん。最初はグー、じゃんけんポン。やばい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 。最初はグー、じゃんけんポン。最初はグー、じゃんけんポン。決まんなすぎだよ。最初はグー、じゃんけんパン。やったー。やべ俺この二人は無理なんだ本当に。やったー。男気じゃんけんにしとけよかった。確かに出したいやつじゃないやつを出そう。最初はグー、じゃんけんパン。最高感すごい。最初はグー、じゃんけんパン。フラグ感はあったんだよな。ありがとうございます。じゃあ開けちゃいますか。はい。いや分かんないよ。はい。めちゃくちゃ大当たりかもしんないよ。で俺ベール開くとこなんて初めて。ほらノースフェイス、ノースフェイスのミキすごい。あ、このパンっていうのがこれね、機械で確か圧縮するんですよね。そうです。プレス、一番小さい大きさにハッキングをします。すごいね。こんな風になってるんだ。いや冷静に考えて、これ8巻って安くね。だいたい45キロで、60枚前後入ってる。おお。あ、これはミックスだからシャツもあればジャケットもあればってことなんですね。そう、デニムも入ってますもんね。あ、確かにデニムも入ってます。すごい。これ1個あれば小さいお店が開けるみたいな。なるほど。確かに。お、レザーのシングルライダーが入ってます、ね。トミーのダウンベスト。椅子のあのシングルライダースジャケット。あ、パタゴニア出てきた。パタゴニア。おお。これはいいっす。これいいっすね。うん。こんなの普通に買ったら3万とかしちゃう。そうですよ。柔道着も入ってますね。ガチガチ。これはガチのミックスですね。わあ、これめっちゃいい。これ。わ、めっちゃいいじゃないですか、これ。これがベールです。すごい。ミックスベール。これ少なくともすごいいいなっていうのが4つあったんです。じゃあこれを4分割する感じでいいですかね。何言っちゃってるの、ね、いやでもこれで8万円だったら全然安いです。安いですね、うん、確かにだって1着1300円ぐらいの計算です。じゃあゆいさんに1300円払えば、ああ1着、あ、じゃあそうしますわ、もらえるわ、うん、ああ何言っちゃってるの。まあ、ということでね、今日はベール開封までさせていただいた、ありがとうございました。またね、ちょっと遠いですが、また遊びに来させていただこうかなと思います。まあ、これとまた別で僕ら買ってるやつあるんでね、はい、うちの車、5人乗りの狭い車なんで、もんないっすよ。これ、郵送とかってできます？郵送できますよ。あ、できるらしいですよ。その送料も俺が持ち帰る。ということで、はい、今日は、はい、八王子喧嘩さんに遊びに来させていただきました。またちょっとね、古着、買った古着とかね、ちょっと改めてちょっと紹介させていただくタイミングがあれば、また動画を見させていただきますんで、また遊びに来てください。ということで皆さん、お疲れ様でした。バイバイ。